津田梅子、津田梅子、津田梅子、源氏元年12月3日、1864年12月31日、昭和4年、1929年8月16日は、日本の教育者。日本における女子教育の先駆者と評価される。女子英学塾、後の津田塾大学創立者。署名は梅、梅と書いたで、明治35年。 1902年に漢字表記に改めて、梅子とした。梅子は、津田千、旧幕臣、東京府市属、上子夫妻の次女として、江戸の牛込南岡地町、現在の東京都新宿区南町に生まれた。父、千は幕臣であったため、幕府崩壊と共に職を失ったが、明治2年、1869年に、築地のホテル館へ勤め始め、津田家は、 一家で、向島へ移った。千は、西洋野菜の栽培なども手がけ、幼少時の梅子は、手習や踊りなどを学び、父の農園の手伝いもしている。明治四年、1871年、千は、明治政府の事業である北海道開拓市の食卓となり、津田家は、麻布へ移る。開拓市事官の黒田清鷹は、女子教育にも関心を持っていた人物で、 千は黒田が企画した女子留学生に梅子を応募させ、同年岩倉施設団に随行して渡米。5人のうち最年少の満6歳であった。11月に横浜を出港し、サンフランシスコを経て、同年12月にワシントンへ到着。アメリカではジョージタウンで日本弁務官初期で画家の夫妻の家に預けられる。5月には森有ののあっで留学生は、 ワシントン市内に住まわされるが10月には2名が帰国した。残った3人が、梅子、山川捨松、後の大山捨松、長井茂子、後の宇リ茂子である。この3人は生涯親しくしており、梅子が後に女子英学塾、現在の津田塾大学を設立する際に2人は力する。梅子は再び、乱万家に預けられ、十数年を過ごすことになる。 梅子は、英語、ピアノなどを学び始め、市内のコレジエトインスティチュートへ通う。日本へ当てる手紙も、英文で書くようになる。この頃には、キリスト教への信仰も芽生え、ランマン夫妻には、信仰を勧められていないが、明治6年、1873年7月には、特定の宗派に属さないフィラデルヤの独立教会で、洗礼を受ける。明治11年、 1878年には、コレジエト校を卒業し、私立の女学校である、アーチャーインスティチュートへ進学。ラテン語、フランス語などの語学や英文学のほか、自然科学や心理学、芸術などを学ぶ。また、ランマン夫妻に連れ添われて休暇には各地を旅行している。明治14年、1881年には、開拓市から帰国命令が出るが、 在学中であった山川捨松と梅子は延長を申請し、明治十五年1882年7月に卒業。同年11月には日本へ帰国する。梅子らは帰国したものの、儒学の価値観が色濃く残る日本においては、女子留学生の活躍できる職業分野にも乏しく、山川捨松と長井茂子はそれぞれ軍人へ化した。また、 幼少からの長い留学生活で日本語能力は、むしろ通訳が必要なほどになってしまい、日本的風習にも不慣れであった。明治16年、1883年には、外務卿、井上薫の屋敷で開かれた夜会に招待され、伊藤博文と再会し、家族史上対象にした教育を行う、私塾、東洋女塾を開設していた、下田歌子を紹介される。この頃ど 前との確執もあったことから、梅子は伊藤への英語指導や通訳のため雇われて伊藤家に滞在、歌子からは日本語を学び、東洋女塾へ英語教師として通う。明治十八年、1885年には伊藤に推薦され、学習院女学部から独立して設立された家族女学校で英語教師として教えることとなった。明治十九年、 1886年には、職性変更で食卓となる。梅子は、家族女学校で3年余り教えているが、上流階級的寄付には馴染めなかったと言われ、この頃には何度か勧められていた縁談も断っている。やがて梅子は、二度と結婚の話はしないでください。話を聞くだけでもうんざりですと手紙にしたためたほど、日本の結婚観に辟易して、生涯未婚を誓う。 明治21年、1888年には、留学時代の友人アリス・ベーコンが来日し、彼女に勧められて、再度の留学を決意。父の仙の知人で、日本の商業教育に携わっていた、ウィリアム・コグスウェル・ホインニーの娘、クララの仲介で、留学希望を伝えて、学費免除の承諾を得て、校長の西村茂げから2年間の留学を許可される。明治22年、 1889年7月に再び飛べ、当時は進化論においてネオラマルキズムが反響を呼んでおり、梅子はフィラデルフィア郊外のリベラルアーツカレッジで生物学を専攻する。3年間の過程を切り上げて終了させ、留学2年目には河津の発生に関する論文を執筆。 使命であった教授法に関する研究は、州立のオズイ号師範学校で行う。梅子に留学を進めたアリス・ベーコンは、日本修復に関心を持ち、日本女性に関する研究をしていた。ベーコンがアメリカへ帰国し、研究を出版、日本の女性する際には手助けをしている。これは梅子が、日本の女性教育に関心を持つきっかけになったとも、言われており、 留学を1年に延長すると、梅子は、日本女性留学のための奨学金設立を発揮し、講演や募金活動などを行う。大学からはアメリカへ泊まり、学級を続けることを勧められるが、明治25年、1892年8月に帰国。再び家族女学校に勤める。梅子は、教師生活を続けるが、自宅で女学生を預かるなど、 積極的援助を行い、明治27年、1894年には、明治女学院でも、講師を務める。明治31年、1898年5月、女子高等師範学校教授を兼任する。ナルセ二蔵の女子大学創設運動や、明治32年、1899年に、高等女学校令、私立学校令がそれぞれ交付されて、法整備が整い、 女子教育への機運が高まると、明治33年、1900年に官職を辞する。父の千夜、アリス・ベイコン、大仙、ウデュー、桜井彦一郎らの協力者の助けを得て、同年7月に女子英学塾、現在の津田塾大学の設立願いを東京府知事に引下げ、認可を受けると、東京麹町区に開校し、塾長となり、 家族平民の別のない女子教育を施行して、一般女子の教育を始める。女子英学塾は、それまでの行儀作法の延長の女子教育と違い、進歩的で自由なレベルの高い授業が評判となる。ただし、当初は、あまりの厳しさから脱落者が相次いだという。独自の教育方針を妨害されず、貫き通すため、資金援助は、極めて小規模に留められ、梅子や、 マララの友人は、はじめ、無報酬で奉仕していたものの、学生や教師の増加、拡張のための土地、建物の購入費など経営は厳しかったと言われる。明治36年、1903年には、専門学校令が交付され、塾の基盤が整うと申請して、塾を社団法人とする。梅子は、塾の創業期に健康を損ない、塾経営の基礎が整うと、 大正8年、1919年1月に塾長を辞任する。鎌倉の別荘で長期の闘病後、昭和4年、1929年に脳出血のため64歳で死去する。生涯独身を貫いた。墓所は東京都小平市にある津田塾大学の校内にある。女子英学塾は津田英学塾と改名するも、校舎は後に戦災で失われ、 津田塾大学として、正式に落成、開校したのは、没後19年目の昭和23年、1948年、のことである。晩年に老いにあたる津田信を養子に迎える。津田信の娘、愛子と、西郷隆盛の創尊、西郷隆光の次男として生まれた、写真家、津田忠正は、祖父、津田信と、養子縁組をし、2000年、津田屋当主を継いだ。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。